すごい迫力ある5人が並んでますけど、そうです各局の、ねはいはい、皆さんが来られてるんですけどね、ちょっと近いですね、はい、僕の想像より近かったですね。一番後ろなんです、大体この関係者、僕らでこれめっちゃ嫌な距離なんですけど、ね、めちゃくちゃ嫌です、まあ、とりあえず始めましょう、はい、方も多いので、どういったライブの趣旨、説明させていただきます。このライブはですね、はい、次世代を担う若手芸人たちがテレビディレクター陣に、はい、様々な企画コーナーで、アピールをいたしまして、自分たちをこうライブでお客様の前で売り込む、はい、といったライブとなって、楽しいですね、なかなか画期的な、ね、内容となっております、ディレクターの皆さんにはライブエンディングにて、はい、今後推していきたい、推薦していきたい芸人を皆さんに発表していただくということですか。こんななんかオンラインとかある時代に、はい、この距離で見えるんですか。すごいですね。だいたい審査員さんってどんなイベント、はい、M1 でも何でもそうなんですけど、後ろにいるんですけど、どんなNHK のあれと一緒ですよね、いやなコンテストと、ですのでね、皆さんよろしくお願いします、だから、なかなかこのその場を見れるっていうのはなかなかないんじゃないですか、はい、そうだね、ディレクターさんってね、きっと何かをきっかけに、あ、あれいいな、あの人いいなとか思う瞬間ってあると思うんですけど、うん、その場を皆さんお客様には、見ていただけるということですからね、はいはい、というわけで、はい、コーナーの方を行きたいと思います、うん、じゃあ行きますよ、はい、コーナーはですね、ちょっと待ってください、はい、チャンスをつかめアピール勝負、今回10個のゲーム用意しております、はい、そのうち5つはこれね、下の段、各コンビの持ち込み企画です、うん、ゲーム内容は選んでみないとわからないようになっております。各ゲーム一番アピールできてなかったコンビ、一番アピールできてなかったコンビ、うん、2位はダメポイント、ダメ、それはもちろん皆さん、審査員の皆さんの、はい、ジャッジにも響きますので、リリー君の独断と偏見で決めていただきます。じゃあどのゲームからやっていきますか、はい、個性で勝負、即答質問、このゲームはですね、各コンビにパーソナルな部分が知れる質問5つ5個します、はい、1つの質問に2人とも嘘をつかず正直にお答えください、はい、たったこれだけです、即答で答えてください、嘘をつかず正直に、だからまあちょっとした面接みたいなことですかね、審査員の皆さんにパーソナルな部分も知っていただいて、はい、といったところです。どんな人間か分かる、そうそうそう、人間性分かるためにはね、どなたからいきますか。じゃあ僕らですかね、一番ハードル低いね、トップバッターは。あんまりその裏側言わない方がいいじゃあ時折リピートいこうか、最後分かってやしね、危ないな。じゃあ、お前やらせてもやれよ。やらない。これさ、今何が起こったんですか。ごめんなさい。ダメポイントくれー。ダメ。おい、谷口。どうすればいいのこれは。風数や。風数や。同級生に欲しいわ。同級生やったら最高ですよ、ほんまに。それで、はい。はい、では行きます、待ってください。はい、僕が読み上げたりですね。一応モニターにも出ると思います。では行きます。東京リピートの質問、こちら。大ホラフいけない。豆成分、豆豆で耳ついて、目ついて、鼻ついて、クイッてなったら豆しまうんですよ。じゃあ豆しまって発酵したら納豆になる。タンパク質取れるもん。というわけでパーソナルな部分分かってます。分かりますかこれ皆さん。大事な部分ですよ。なるほど。生放送とかでこうやってその質問をこうされてうーってなりますか。即興でできる。だから即興リピート早かった方です。ありがとうございます。こんな感じでどんどんいきますよ。申告制でいいよ。2人で1つ逆。これは風刺だっぽいな。どういうことか。はい、風数やに、じゃあちょっとここからは説明してもらいます。はい、じゃあ皆さん盛り上がってください。いや、何ですか。お前これも恥ずかしいのにそれ恥ずかしくない。全然どうだ。いや、じゃあこれはもうあの僕らはやっぱあの皆さん個人のギャグはやっぱ芸人なんで、うん、はい、いっぱい持ってると思う。さっきもありましたね、はい、2人で1個のギャグ、僕らで言ったらな、お前子供よしとかあろうじゃん、なんか2人で1つのギャグを皆さんにこう作ってもらって、ちょっとまあお客さん笑ってくれたらいいなっていう。楽しんでいただけます。じゃあ
はい、他のコンビの人たちにもその一つちょっときっかけとして、うん、そういうのを出せるようになる、はい、ちなみにじゃあ見本といたしまして、はい、風数や、はい、いや僕まあまあネタも見てもらったんですけど、はい、ここをやるんですけど、まあ、ギャグっていうのは僕がやります。僕がやります。俺がやる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 。出ろっす。出ろっす。お前何だ。俺がやるっす。お前はっけよーい。余った余った具材でチャーハン。